り私自分の気持ちに嘘つけないんだ。純太、あんた私と付き合いなさいよ。こんな女たちと付き合うことない。こんな女？Produced by Production Garage. おお、久しぶり。久しぶり。どうしたの？いや、あのちょっと。明るい。うん。ちょっと待ってて。ここはどうぞ。あ、お茶いる？部屋変わってないね。ああ、うん、相変わらず。元気にしてた？うん、元気。そっちは？ああ、まあ元気。で、どうしたの？うん、
かも。私たちってさ、別れたのかな。え、っていうかそもそも付き合ってたのかな。いや、まあそれは連絡くれなくなってもう半年経つよね。ほら、お互い時間が合わなかったりとかさ。私まだ今も純太ねえ聞いてよ、今さ彼氏に振られたの。ちょっとねえ、どうしてあんなに仲良かったのに。いやいや理由聞いたらうるさくてついていけないだって。何それ、ふざけないでよね。ちょっと私ってそんなにうるさい？確かによく喋るけど、それはその場を盛り上げようとしてるだけのことねえさ。ねえどうして。みんなから美人って言われるし、料理もそこそこできるし。大丈夫ですか？ちょっとああ、なんかムカついてきた。ちくしょう、あんな男好きになるんじゃなかった。私の魅力が分かんなかっただけだよね、クソ野郎。なんかすっきりしちゃった。もういいや、次の男探そう。はい。あ、え、今来るんですか？いや、そういうわけじゃないんですけど。こちらが田中沙織さん、大学時代のサークルの先輩。どうも。で、こちらが井出直美です。前の会社で一緒だったので、こちらが昔のバイト先の知り合いで、沢村智代さん。なんだろうこの空気、なんか微妙な感じですよね。ですよね、うん、あ、テレビでもつけます。え、それ映んの？え、地デジじゃないじゃん。大丈夫です。でもいいよ、せっかくだからなんか喋ろうよ。ねえねえねえ、田中さんでしたっけ？あ、はい。純太とはどんな関係なんですか？あ、ってそれもなんか変か、私とこいつがなんかあるみたいっていうか。なんかあるんですか？え、こいつと？いや、冗談やめてくださいよ。誰がこんなもやしみたいな男。いや、もやしじゃないか、つくしかな。つくしっていうか、あれ、メガネかけてたっけ？あ、いや、これは最近。へえ、あ、なんかあれだね、ほら、あの映画の森山っぽくない？あの何、井出さんって純太のこと好きなんですか？え、私が？嘘、いや、そんなんじゃないって。え、そう見える？いや、嘘でしょ。私は好きです。え、純太、今日私それを言いに来たんだ。え、いや、え、付き合いも長いからこのまま友達でもいいかなって思ったんだけど、やっぱり私自分の気持ちに嘘つけないんだ。純太といる時の自分が
一番自分らしくいられるって気づいたんだ。だから純太、私と付き合って。いや、え、ちょっと待って、ちょっと、ごめんなさい。私も。何、好きなの？はい。ちょっと純太、どうしちゃったの？あんたこんなにモテてたっけ？いや、そんなに。私たち1年くらい前から付き合ってたんですけど、なんか自然消滅みたいになりかけてて、今日はそれをアキレスさせに来たんです。あ、それ前に聞いた、半年くらい前にもう終わったって言ってたやつだ。いや、そうなの、純太。いや、トモヨって何考えてるかよくわからないから。ひどい。ああ、残しちゃったよ。いや、ちょっとごめん。ねえ、純太、終わったことはもういいからさ、返事聞かせてほしいんだ。何終わったことって？だって半年も連絡取ってなかったんでしょ？でも、終わりって言われたわけじゃん。まあ、うん、ちょっと落ち着きましょうよ。さっきから何、あんた、見てればわかるわよ。あんただって純太のこと好きなんでしょ？いや、別に私はさっき彼に振られて相談しに来ただけで。ほら、やっぱり振られた直後に他の男とってよくあるパターンよね。随分と軽いですね。え、何その言い方。当然ですよね。そうやっていい加減な恋愛ばっかりしてるんでしょ。いい加減って何？さっきからあんたうるさいわよ。うるさい女は男に嫌われるわよ。うるさい？分かったわよ。純太、あんた私と付き合いなさいよ。こんな女たちと付き合うことない。こんな女？当たり前でしょ。何言ってんの。本当のこと言われたからって。何だよ。本当じゃないよ。としてんの？あんたはっきりしなさいよ。この際この場で決着つけるわよ。純太、誰を選ぶの？純太、純太、純太。いつもお疲れ様。どこに気持ちいいの？ちょっと頑張りすぎなんじゃないの？選べないっす。こんな選べないっすよ。育児なし。最低。幻滅。え？行こうか。そうだね。なんか半年間もばっか見た。行こう。え、いや、ちょっとバイバイ。なんかごめんね、さっきはひどいこと言っちゃって。あ、こちらこそ。なんかお腹空いちゃいましたね。あ、お腹空いた。ご飯食べよう。うん。あ、駅前のパフェとか美味しい。あ、あれ美味しい美味しい。知ってる知ってる。そうそう、映ってた。そうなの。え、やったー、超食べたい。早く行こう。
short drama channel, An Actor's Passion for Acting. Japan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.